熱戦が続く栃木国体で県在が活躍しています。宇都宮市で行われたテニス競技では、青年男子の部で鹿児島が今日の決勝戦に進み、愛媛を破って初優勝を果たしました。また、同じく宇都宮市で行われた南式の高校野球では、鹿児島実業高校が 栃木代表・作信学院との決勝戦に臨み、零対零の引き分けで大会規定により良好優勝となりました。鹿児島実業としては国体初優勝です。